バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイは、後ほどゲストっぽいゲスト久々に登場してくださるかもしれませんので、それまではね、一緒にイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今夜はですね、皆さんにお聞きいただきたい曲があります。ヨーコ、8月13日鹿児島県にありますボーノツという場所でね、三崎祭りが開催されます。ヨーコは花火が上がる前の時間帯、夜7時45分から8時30分まで、ギタリストイッシーさんのギターと、ピアノは北園真由美さんのね、素敵な音色と一緒にアコースティックライブをお届けいたします。そして決まりました、8月20日、吉田という場所がね、鹿児島市内の近くにございます。でそちらの夏祭りで歌わせていただくことが決まりました。ちょっとね、時間とかはね、SNS でチェックしていただきたいです。そして鹿児島で8月20日、実はサマーナイトといって一番大きな花火大会が開催されるんですね。でそのサマーナイトが終わった後、鹿児島の天文館繁華街のね、通りに銀座通りとございます。鹿児島にも銀座があるんですよ。でその銀座通りで夜9時からヨーコは皆さんのお帰りを、あー楽しかったね、あイチャついてるなみたいなのをね、見ながら歌わせていただくことが決まりました。なのでぜひ8月ヨーコにね、会いに沖縄からでもどこからでも感染症対策バッチリのもとをお願いいたします。お待ちしてますよ。では夏といえばこの曲ラブを皆さんと一緒にタオルとか腕とかフリフリして楽しみたいんです。なので今日は1曲目予習お願いします。皆さんと一緒にヨーコでラブ。私とは
お届けしました曲は陽子でラブでした。まあめちゃくちゃ暑いですね。今日はラジオ収録がね2本目になります。先ほど収録してきたのが鹿児島のラジオ局フレンズ FM さんでね、毎月オンエアしてます 1,2,3 シオンデゴーというね、西福寺という、まあ、最も福が多い寺と書くね、そういう縁起良すぎるだろうっていうお名前のお寺のね、住職豪仙貫主と一緒にパーソナリティを務めさせていただいているんですけれども、今日はね家族と仕事というねテーマでお届けしてまいりました。でね、家族と仕事っていうと結構さ、まあ、年齢によっては捉え方が違うと思うんですよ。で私は35なんですけれども、まあ、うちの父親がね50代でしょ、まあ、うちの両親50代、でまたその上に行きますと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちは80代ですから、まあ、結構、まあ、そうすると私の娘は10代でしょ、まあ、20年ごとぐらいでやっぱり世代世代で価値観でだいぶ違うと思うんです。なので私のおばあちゃんがね、この私たちが夏休みの頃ね、もう今皆さん夏休みの時期でございますからね、まあ、その時はおばあちゃんがお母さんがお仕事の時とか見てくれてて、でおばあちゃんもお家でお仕事をしてました。でおばあちゃんは鹿児島で作られて有名なっていう言い方が正しいですね。そう、有名な大島紬の旗織りをされてましたし、織って仕立てて着付けられるね、うん、素晴らしい女性ですね。で、まあ、そのばあちゃんがもうずっと働けるわけですよ。ご飯の時とかは隣がほらお家だから、お家の中に作業場があったからね。そう考えるとさ、もう今の時代私たちはさフリーランスで、まあ、どこでも仕事ができちゃう。パソコンさえあればどこでもデータのやり取りはできるし、何でもまあできちゃうし、で歌ってよって言ってもらったらはいって言って機材持って歌いに行くでしょね。そういうこともあるし、だから何て言うのかな、こうおばあちゃんがお家の中でお仕事をして家事もしてっていう24時間を過ごしていた背中を見てるから、私もねこう家でね、メインが家で仕事したりとか、まあ、事務所で仕事したりとかするわけですよ。だからそういうのがすごくお手本がいたというかね。そうだけどきっとおばあちゃんたちの、まあ、今の80代とか、まあ、母たちの50代の世代の方たちは、女性が働きに出るっていうことはプラスなイメージを持たれなかったことが多いと思うんです、まあ、勝手なこれは私の意見ですけれどもね。そうするとさ、私たち女性って子供大事じゃないですか。ずっとお家にいたいのよ、子供と一緒にいたい。けれども働きに出ることによっては誰かに預かってもらわないといけない。でそれが信頼を受ける家族であったり、または保育士さんとかね、そう学校であったりとかってなるんですけれども、でねやっぱり母親も人ですから、疲れがたまると不安になったりとか悲しくなったりとかね、心配になったりします。である一定までねちょっと疲れが溜まっちゃうと、ああって私がこうやって働くからね、子供たちにねなんか悪いことをしてるなみたいなね感じにもなってしまう。だけどね、私はね上の子シノンのおかげで頑張って働いていればね、娘にねいろんな形でね背中を見てもらえるんだっていうことを知りました。うちの子は15歳ですけれども、自分の足で立っていくためにっていう言葉が似合わないくらい、もう自分の足で立てちゃってるくらいねしっかりしておりますけれども、だから、まあ、2人目ののんちゃんも今まだね生まれたばっかりでいてくれるけど、もう母はこの夏お仕事ありがたいことにねいただいておりますので、産休はほぼなかった、もう産休と呼ばれる期間はないままね活動させてもらってますけれども、あくまでもね体が元気だからそれができている話であって、それはねやっぱりねみんなに感謝ですし、あとねその家族と仕事って言った時に、一昔前の男性方はよくさ仕事で疲れたのを家に持って帰りたくないと、だから飲みに行くんだとかいうね言葉とかも聞いてました。ああなるほどね、まあそういうのもねある意味思いやりで大事なんだろうなと思ってたんですけれども、今さお母さんたちもお仕事をさして、でまあこのコロナ禍の影響もあって
ね、やっぱりいろんな形が存在すると思うんですけれども、お母さんたちはさ、お仕事をフルタイムでしようと、どんだけ何時のお仕事をしようとお家に即帰りたいと思うんですよ。そしたら安心すると思うのね。だから私はね、家族の支えがあってこそ仕事がうまくいくっていうのがお母さんたちの原動力かなと。で、仕事もやっぱり、ああ大変だなって思った時に、もうね、娘たちの笑顔を一つ見ただけで吹っ飛んじゃうし、逆にその笑顔たちのおかげで私は音時間をね、より良いものを発信できてるつもりになってますね。うん、ちょっとね、話長くなっちゃったけど、まあね、時代が変わっていろんな価値観の方がいらっしゃると思うんですけれども、今の、まあ、お母さん真っ盛りな私からすると、大丈夫だよって、あなたが頑張ってね、働いている姿、家族を支えている姿、子供たちが一番見てくれてるよと。で、あーって疲れたな、それはもうそうですよ、人だから疲れる、やっていかないかんって、そのためにチョコレート一つ食べようと、アイス一つ食べようと、コーヒー一杯でね、それがね、あ、リラックスできたな、リフレッシュできたな、頑張ろうかなになるんだったらね、ぜひプチご褒美をね、毎日自分に与えてあげてください。うん、そしてね、何よりも自分が悪いことをしてるんだって責める必要性はないと思います。だから堂々とこの時間は自分の人生を全うする時間だと思って働いたり、そして子供たちといる時はこの時間がないと私は生きていけないんだって思ったり、そういう風にね、皆さんね、こうバランスよく、もうこの暑さでね、やられちゃいそうですから、バランスよく生きていけたらいいんじゃないかなって私は思ってね、私は私で実践して頑張ってみてるので、ぜひ皆さんもね、皆さんらしくハッピーでいてほしいので試してみてください。そして疲れた時には、男性の皆さんもですよ、よくにね、頼ってください。いろんな方法で連絡できます、今の時代だからね、お願いいたします。はい、ということで、仕事うまくいってきてよかったねってね、仕事増えてきたね、戻りつつあるねって言ってくださって、皆さんのね、おかげでね、辞めずに住んでる陽子が、この仕事がうまくいく秘訣、それは家族ですっていうね、家族へありがとうというコーナーでございました。はい、では次の曲をお届けしたいと思います。最近ね、いろんなところで歌わせていただく機会が増えた時に、自分の曲を歌って足を止めることをどうしたらいいかなってね、一時期ね、すごいね、作戦的に曲を作ってみたりもしてました。すると最近この曲を歌うと、アコースティックライブでもオケで歌っても足が止まるんです。一番の最新曲キス&ハグが一番止まるんです。嬉しいな、私の思いが届いてるな。なので今夜も受け止めてね、陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。争
意ごとや傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろうみんなが幸せでありますように愛し合うことでこんなにも力が生まれるならみんなの思い集めて届けるよ次の世界へ今一つになろうこの広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっとずっとそばにいよう愛しくてたまらない守り抜きたいよ特別な いつもありがとうこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな僕らを奮い立たせる愛言葉は世界を変えてお届けしました曲は陽子でキス&ハグでした。そうそうちょっとね娘エピソードを一つ、夜中のね授乳とかねやっぱりこう時間はまだまちまちなんですけれども今日はすごく長く寝てくれたんですよ6時間近く寝てくれてねその前の日が私オールをしてねちょっと仕事終わらせなきゃってちょっと大変だったんですけれどもまあねオールができる若さがあってまだ良かったなみたいなまあ目の下にクマさんを飼ってはおりますがねまあそうなんですけれども今朝ね娘がねおっぱい入れようって泣くんじゃなくて私のタオルケットを引っ張ってなんかね猫が泣くみたいな感じでニャーニャーじゃないけどおっぱい入れよおっぱい入れよみたいな感じでお話をしながらねそうびっくりしてうちの子 IQ 高いよどうするみたいな感じで家族で喜んで喜ぶっていうかねもうすごいねっていう話をしておりました。なんか思いやりっていうのはねもう赤ちゃんのうちからねちゃんとやっぱり返してくれるそういうねいい子だなっていうねもう今日はねもうそれだけでその朝そのエピソードがあっただけで一日幸せでございます。皆さんもねなんかね毎日ね一個だけでもねあそうちょっとね今日も収録にお邪魔しておりますからね可愛いお声が聞こえてたでしょさっきももうとにかく今の陽子は今の陽子ももう娘パワーでできておりますけれどもで最近ねちょっとふとしたことで思い出したり機会の時に思いついたことがありまして私高校生の時に夏休み1ヶ月間、まあ、しぶしっていう地元はシアトルアメリカのシアトルとね姉妹都市を結んでいらっしゃるので、まあ、ちょっと補助金も降りて、まあ、普通にホームステイするよりもちょっとお休みにねホームステイ行けるんですよ。でうちのね両親のおかげでね高校3年生の夏休みに1ヶ月シアトルに行かせていただいたんですけれどもその時の思い出をねやっぱり夏になるとね思い出すんですよ。ホストファミリーのねホストマザーのマーシーさんが8月3日がお誕生日だったからその8月3日もねやっぱり私にとっては毎年大切な記念日なんですね。
ってそう思い出した時に、私いつも世界中にハッピーと音楽をお届けしております、音時間発信してますっていう割には、うん、世界を味方につける作戦ないなってちょっとふと思って、あそうだ、やっぱり去年から英語で歌いたいって、英語の曲が欲しいと思ってたから、まあ、それをね取り急ぎね早くね制作しないといけないなとか思ったんですよ。そう考えるとなぜかいろんなね曲の歌詞がね湧き出てきます。もうメモをねしてる段階ですけれども、こういうコンセプトでこういう曲がいいなとか、まあお母さん目線の曲もそうですけれども、ありがとうの伝え方も日本語で書くありがとうと英語で表現したありがとうというのがちょっとねなんかニュアンスが違ってね、のんちゃんねそうだから、もうこういうさ、こう言葉が、まあ、娘のおかげかもしれませんね、こうコミュニケーション能力が言葉で通じない時、体だったりその時の空気感だったり表現方法とかを考えた時に、歌詞もそんなのありません？なんかただ愛してるとかただ好きだよとか、まあ、分かりやすい例で言うとさ、もう結婚してくださいって簡単に言っても、えなんで結婚しないといけないんですかっていう捉え方と一緒ですね、曲にするとね。そうだから結婚してほしいっていうのを歌詞で表現しないといけない、決して結婚してくださいっていう言葉は使わないんです。だけど曲を聴くと、あそういうことを言いたいんだな、プロポーズの歌だなみたいなさ、まあ、分かりやすい例えで言うとね、だからそういう感じで、もう私の中で今ねこう日本語ではない英語でこういう風に表現したらこういう風に刺さらないかなみたいなね言葉がいっぱい溢れております。まあ、愛情パワーがね、まあ、娘たちのおかげでフル充電なんでしょうけれども、きっとねこのお母さんっていうのは国境を越えても変わらないだろうな。じゃあこのお母さんたち、世界中のお母さんたちがハッピーだったらみんなきっとハッピーだみたいなね、そういう世界平和の作戦の一つでもあるんですけれどもね。そうで今度子供たち高校生の軽音楽の歌の先生をねさせていただく機会をいただいてるんですけれども、やっぱりさ子供たちと関わってるともうね未来しかないんですよ。で先輩方とか私と同世代の方たちともね、もちろん一緒に関わると陽光としてはもう未来しか見えません。ただねやっぱり今まであったことをどうしていくかとか、まあ、営業成績伸ばすためにはこういう作戦があったよねっていうやっぱり大人な考え方になってしまうんですけれども、子供たちといると、あこれできたね、じゃあこういうことしてみないって、今までこんなだったからあんなしようよっていう話にはならないわけです。そこが私は大好き。だから5歳くらいの男の子たちと砂遊びするとさ、私はついついありきたりなものを作っちゃうけど、独創的なものを作りますよね。そうした時に私の目には、ああそういうものを作ったのねみたいな、そう例えば恐竜作ったっつってもどう見ても恐竜に見えないと。だけど彼や彼女的には5歳児からしたら恐竜を一生懸命作った、ここが口でね、ああでねって説明を受けると、ああそうかそう見えてきた、そうそういうねクリエイティブさがやっぱり大人になればなるほど必要だなって私は思うので、そうだからねやっぱ子供たちとの関わり方、いろんな世代で今からまた新しい命が誕生しますけれども、本当子供たちとはねもう未来しか見えないからね、びっくりですよね、もうパワーしか生まれない。だからぜひ陽子の力ここにも貸してよなんてね思いついてくださる方、遠慮なくお呼びください。陽子はどこへでもいつでも現れます。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。先週に引き続きゲストっぽいゲストは、今日も時間がないですけれども一言だけ、石さんお久しぶりでございます。こんばんは。こんばんは。石さんすいません、先週結局出演してもらえずでした今日も一言、二言です、はい、10月1日石ジャムナイトがキャパルボホールで開催されますので、はい、ぜひみんなで足を運んでくださいね。お願いします。お願いします。では石井さんも今週1週間ハッピーでいてくださいね。はい、はい、陽子もハッピーでいますし、皆さんもめちゃくちゃハッピーでいてね。それでは一緒にせーの、バイバイハッピー。